こんにちは。今回は Apple Store でこちらの Lightning to USB カメラアダプターというものを購入したので簡単にご紹介したいと思います。それでは早速開けてみたいと思います。開けるとこのように梱包されています。あとは保証規定と取扱説明書が入っています。ちなみに価格は税別で2900円でした。本来の使用用途はライトニングコネクタ付きの iPad シリーズにカメラをつなげて写真を取り込むということなのですが、違う機械をつなげても動くということがネット上に書いてあったのでちょっと試したいと思います。今回は試しにこちらの4枚のキーボードを iPad mini につなげて動くかどうか確認してみたいと思います。それでは最初にこちらのキーボードから試してみたいと思います。こちらのキーボードはエレコム製の TK-U09FGWH というモデルです。それではつなげてみたいと思います。まずつなげるとこのようにメッセージが出てきます。このようにデバイスを使用できませんと出てきますが、無視して OK を押します。それでは文字を打ってみたいと思います。このようにこのキーボードはちゃんと打てます。それでは次にこちらのキーボードをつなげてみたいと思います。こちらのキーボードは富士通製の FMVKB312 というモデルです。このキーボードは PS2 接続なので、こちらの USB に変換するアダプターを使ってみたいと思います。こちらもメッセージが出るので無視して OK を押します。それでは打ってみたいと思います。このように PS2 の変換アダプターをかましてもちゃんと動きます。それでは次に一番メインで使いたかったキーボードをつなげてみたいと思います。こちらは結構昔の Apple のメカニカルキーボードです。Apple Extended Keyboard 2となります。ちなみにこちらのキーボードは Alps 社製の白軸の消音軸を使っています。このように Apple のロゴもまだ色付きの頃です。変換するアダプターは iMate というものを使いたいと思います。またメッセージが出たので今回も OK を押します。このようにこのキーボードも問題なく使用できます。ちなみにこちらの Mac の社外品のキーボードもちゃんと動きました。 iPhone 5でもこのように使用できました。今回はこのようにアダプターをかましてもキーボードが動くことを確認できました。あと日本語と英数字を切り替えるのにはこちらのコマンドを押しながらスペースを押すと切り替えることができます。このように切り替えられます。同様に反対側もちゃんと機能します。 Windows キーボードをつなげたときはこちらの Windows キーを押しながらスペースで切り替えられます。このように切り替えられます。106キーボードのように Windows キーがないタイプは切り替えることができませんでした。今回はカメラアダプターを購入してキーボードをつなげてみたという動画でした。